はい、アイランドクトリーノのカパトでございます。シムスレカやっていきましょう。覚悟しなさい。よろしくお願いいたします。勝ちに行くぜ。結界攻防戦の守れだから防衛かな。よろしくお願いします。そこよろしく。本日は攻めの方です。白磁器と小村長瀬を持ってきました。地を守った方が相手側ロスに。うわあ、お悪事で一応村長瀬しといて。オッケーオッケーオッケー。曲がれば三角で殴る。いい感じいい感じ。あーやばい。小村長瀬で一回ちょっとで置いて吸収。まあいいでしょう。結構ゲージ吸い取ったと思うんだよな。結構両面的に攻撃してるのかな。じりじりとやられちゃえ、やられちゃうとちょっと嫌ですね展開的には。いや人数どうかな。あっちがこの地を守りたいんだよな気持ち的には。なので私はこっちに行く。でこの地をあれしといて血圧を少しでも時間を稼ごう。おあマジか。ここ回復されるのは OK。 おえおえ。あいるまだ。OKOKOK。 悪事機あまり意味がなかった。設置しといて。こっちとかどっちが失敗。こっちだな。そうだよそうだよそうだよ。ナイスナイスナイス。いいね。あっこっからすべき。あーそこの方をカットしたいけど痛ぇ。あーガチガチかーしゃねーなー。うわははやられたけど時間結構使わせてるからな。これ守りきればいい感じだと思うんだけど。ただね、相手奥義溜まってるとは思うんだよな。残り1分。どこまで奥義を離されて体力が残るかどうか。これさえ残しちゃえばこういうところしっかりカットして。でもその単発攻撃だったらそんなに。これもうあれする必要ないね。さすがにこれ分かったでしょう。 OK よしよしよし。最初の防衛ラインがめちゃくちゃ良かったですね。かなり時間を使わせたのでいい展開だったでしょう。ナイスナイスナイス。よし、それじゃあもう一度ゲームやっていきましょう。はい、やってきました。2戦目撃破戦ですね。よろしくお願いいたします。己の力を試す時だ。ゴールド
タンクローなのか修行の成果を、3人しかいないんですけど、あのタンクローすげえな。天国、あら、マダラ、マダラ君、初代様じゃないか。どうしましょうかね、3人やれないこともないんですが、やはり回復がね欲しいけど、マダラが一応癒しではあるのか。やれる、そっちね。なんかいつも俺がこっち側引っ込む気がする。ここ行くぞ、ナイス。おっ、なに、あれに行きは効いてない、あれに行きは効いてないし、これも効いてない。さあ、全部アドバンテージ取られた。動きをせ、ネズミ返しに対応できない。ああ、吸収吸収吸収、ここも流せ。さらによし、さらばナイス回復。ただこれどうしようかな、なんかワンチャン全部キリンみたいなそういうレベル、気持ち的には相手癒しいるしな。この中であれを引っ解いて機動戦を仕掛けて、あー、なんでそこ引っかかんの。キリン、もうキリンのみ勝ち筋。あー、反撃やめて、ほら流せて、今のうちに。タイザン、タイザン、タイザン、ほっさすがに悪敵じゃな。さあ、巻物を取ってね、キリンでなんとかしたいけど、結構でも逆に動き回ってるとキリンってあんま刺さんないんだよな。ラマがね、いまいちだったので、正直な話されていますね。ちょっと、ちょっと、ちょっと、ついとれ、ついとれ、よし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 、嫌がらせしかないんだよな、マジでマジで嫌がらせしかない。次の魔境の出現地点はどこだ。そこか、移動がないと揃ってんよ。なんで負けた、カラコン。アドバンテージがない。でもこれね、多分回復かキリン引かないと何も変わらないんで、それじゃなかった時点で、まあ別にそんなにアドバンテージどうこうの話ではない。捉えてる時点のマイナスなんですよ。裏回せで、まだそこかい。プリンズ、そろ、あ、そっちか。つってもな、敵の方が近いよな、それ。絶対。そうなるとね。マジで。うっそ。ボタンもつかみ、
あと回復マジで相手嫌しいるし爆発不可能なのだが、なんでそんな敵のど真ん中に出るんだよ巻物がこっちの目の前に出なさいよ。でもそれぐらいしてもバチ当たらないって当たらないってなんだよそれ回復だし理不尽だ。このゲームのひどいところすべて一心に受け負ってる今。頑張ろうぜ3人で。まだ諦めません。もう勝ち筋を本当に切ろうと思うとキリン待ちだし、だからつってそうしちゃうとやっぱね誰か一人が狙われたりとかね、そういう展開にね陥っちゃうんで、結果的に全て悪循環なんですこちらの方にも返せるわけもなくみたいな、そういう展開やめてあーですよねしゃあねえなこれは。とことん見放された感じもありましたが、まあよくやったと思うよくやったよくやった強かったからね。はい、じゃあというわけで本日の動画は以上で終了でございます。次回もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。